アメリカのオバマ大統領は、歳出の強制的な削減の開始が迫る中、雇用や経済への影響を訴え、野党・共和党に妥協を呼びかけました。オバマ大統領は19日、消防士や警察官らと登場し、強制削減が発動されれば、災害や事故で対応にあたる人々が影響を受けて、支障が出ると訴えました。 その上で共和党が提示している案では富裕層への増税がなく中流層にのみ負担がかかり受け入れられないとして共和党側に妥協を呼びかけました。